毎度こちらです。ライカ L マウントスクリューマウント用の交換レンズです。東京光学トップコールになります。こんなの初めて見ました。元箱入りです。90mm の F3.5 ですね。9センチ。箱と革ケースも当時のオリジナルですね。ここに瞳孔のマークが入っています。こちらにはメイドインジャパン、キャップオリジナルのがついてます。これも珍しいですね。リアキャップはちょっと分かりません。ファインダーセットのお値段になります。このように外観綺麗ですね。ヘリコイドもスムーズです。白黒パンダの色ですけども、かなり綺麗だと思います。多少擦れはあります。無傷ではありませんが、だいぶいい状態だと思います。絞りもきちんと、クリックも効いてますね。距離計連動です。レンズも、綺麗な方だと思います。このように見てもスカッとしてますね。ペンライトで見ると多少はほこり汚れなどはすれですね、あると思いますが、かなりこのように抜けはいいと思います。悪くないと思います。あとこちらですね、ファインダー専用のファインダーも付属しています。こちらも革ケースに入ってますね。トップコール9センチと書いてあります。これも普通に見えてます。特に問題ないと思いますが、多少はあると思います。外観綺麗ですね。トップコールは非常によく映ります。やっぱりいいですね。これはかなり珍しい程度というか状態だと思います。このキャップも本当ないですね。セットになります。